レーナー・ワイスは、天文物理学と重力物理学に貢献した、アメリカ人物理学者である。マサチューセッツ工科大学の名誉教授である。レーザー干渉系重力波観測処理後の基礎、運用技術である、レーザー干渉系技術の草分けとしてよく、知られている。また、宇宙背景放射弾先キ COBE 科学作業、グループ長である。2017年、 キップソーン、バリー・バリッシュと共に、リゴ検出器及び重力波の観測への決定的な貢献が認められ、ノーベル物理学賞を受賞した。1932年9月29日、バイマル共和制ドイツのベルリンで、チルトリュード・ローエスナーとフレデリック・エイ・ウェイスの子供として生まれた。彼の母親は、キリスト教徒で女優であった。父親は、物理学者、神経学者、 精神分析者であったが、ドイツ共産党の活動家でユダヤ人であったため、ナチスドイツに強制退去させられた。家族はチェコのプラハに移り住んだが、ドイツのチェコ侵攻によって、再び逃亡することとなり、アメリカのセントルイスにいるユダヤ人名士で、事前科のステックス家の手引きでビザを取得し、アメリカに渡った。バイスはニューヨーク市で若者時代を過ごし、そこで、 コロンビアグラマースクールに通った。MIT で勉強し、第3学年で学校を辞めた後、再び戻り1955年に学士を受け取り、1962年に、ゼロルド・ザカライアズから PhD を取得した。ワイスは1960から62年にタフツ、大学で教鞭を取り、1962から64年には、プリンストン大学で、博士研究員を務め、 1964年には MIT の教員となった。ワイスは宇宙のバックグラウンド放射の特徴測定と干渉計による重力波観測という2つの基礎物理学の研究を生み出し、それらの発展に貢献した。宇宙マイクロ波背景放射スペクトラム測定の草分けで NASA の宇宙背景放射探査機先 COBE の 科学アドバイザー兼共同設立者となった。また、干渉系による重力波観測も考案し、アメリカ国立科学財団のレーザー干渉系重力波観測処理後の共同設立者となった。以下を含む著名な賞を多く受賞している。ありがとうございます。